ウルトララピッドファイヤー。なんだこのモードは。はい、こんにちは。ブラックショット、今回プレイしてます。初プレイですね、これ。あ、なんかもうすでに始まって、半分ぐらいゲーム進んじゃってんだけど。まあ、ブラックスクワットみたいなね、よくある FPS ですね。で、8月22日からスチームでプレイできるようになりました。なんか結構もともとこのゲームあったみたいなんで、正式にいつ始まったのかはわかんないですけども。グラフィックはまあ、普通かな。なんかよくある対戦 FPS みたいな。アバとか、サドンアタックだっけ？あれと同じタイプのね、ゲームです。で、なんか、これ、右クリックで覗くとかなんかなさそう。腰ダメ打ちのみ、足が。お、なんだなんだ、なんか勝手に言ってるぞ。で、ゲーム開始早々ね、MP7 があったんでね、まあ、もちろん買うよね。私といえばね、MP7 なんで。MP7 を買って、プレイしていくが。結構なんだろう、これ、集団がいいし、割と使いやすいな、このゲームの MP7 は。なんかね、サブマシンガンってね、どの FPS でも割とネタ武器っていう感じに、感じの扱いを受けてんだけど、割と使いやすいかな。なんか、狙ったとこに飛んでく。散らばらない。よし、すぐ。さあ、やっぱマップが新しいとね、新鮮ですね。マップ大事。なんか、うおー、後ろ。あ、なんか固まったし。なんだ、このちょっとラグいのは、どのゲームでもあるのか。さあ、そんな感じで、もうなんか途中から入ってね、終わりかけなんだけども、ちょっとしばらくはね、これをプレイしてみようかなとは思う。なんだこの武器は。CBJMS。CBJMS って、あれだよね、確か。なんか MP7 とか P90 と同列の武器だった気がするけど。なんかこれ、集団めっちゃいいんだけど、このゲーム。なんだこれ。リコイル制御とかいらないぞ。うわー、青い。結構狙ったとこ飛んでくな。振ろうとしても、かなり。あー、固まった。これ、うちの回線が悪いのか、もしかして。おー、なんだこの、振ろうとしても本当に狙い通り飛んでくる。なんで、今、カチン。この何ウルトララピッドファイアってモードは何これチームデスマッチなんだなんかマックス人数が8人とか書いてあったんだよな少人数でプレイするチームデスマッチみたいなあ勝った勝っちゃいましたねちょっと続けていきましょうはいそのままプレイしていきますウルトララピッドファイアのマップが違うアイスケーブってとこかな次メンバーも同じですね、さっきと。おお、なんだ、今度は。氷の。あー、なんかロングが、ロング多いと嫌だな。サブマシンガンなんだよな、俺。お、グレが飛んできたぞ。横か？まあ、マップがね、ちょっとわかんないんで、どうなってんすかね、このマップ。あ、なんか赤い。おっと？頭抜いていく。あー、こんな感じか。あ、後ろか。勝手がわかんない。あ、いた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 。よし。え、そっち？うわ、なんかやられた。なんか、あれだね。あの、武器が、課金武器っぽいの持ってる人いっぱいいるぞ。さあ、地の利を利用して、頭一個出して、相手を倒していく。この MP7 もね、なんか普通の MP7 と、なんか2種類ぐらいあったんでね。で、完全になんか名前付きのやつ上位互換だったんで、そっち買ってます。あ、やべ。跳ね返ってきた。結構なんかやっぱ課金武器強しっていう感じにはなってくるかも。まあ、そこら辺はね、なんとか立ち回りでカバーしていきたい。なんか、装備もな、いろいろあったんだよな。なんかグレネードを装着できる枠に、なんか、アイテム使うともう一個枠。つけれたりとか
まあなんかちょっとわかんないね。あんまり詳しくは見てないんで。とりあえずゲーム性だけを確認していきたい。まあ分かった。相手のリスポーン地点が分かったんで、結構近いね。やっぱこのウルトララピッドファイアっていうゲームモードは、まあ小規模チームデスマッチみたいなね、感じ。すぐに打ち合いたいって人が、まあ、めっちゃ打ってる。ここだね。この左出口がすぐリスポーン地点になってるんで、ここで出待ちをしていく。おっと、頭抜いていく。さあ、後ろから打って、リロードして、おっと、グレネードで吹っ飛んでいった。下がろうかな。ちょっとまた後ろから攻めていく。さあ、出てこい。おっと、奥に、あ、めっちゃ奥に。なんだな、張り付くグレネード。うわ、ナイフ持ってるから。あ、やばいやばいやばい。さすがにちょっときついか。いやー、ほんと狭いマップだね。もうすぐに打ち合いしたい人用の、詰められるのも早いんだよな。いたいたいた。一人倒して。まだいる？正面から。あ、上にいる。もう一人。くれよ。上にいるんだ。あ、今度左か。それそうか。リスポーン地点だ。あ、でもいい勝負してるね。32対36。さあ、相手のリスまで。あ、今ね、端にいた。一人、二人。見えるんだよな。腕に弾当たるぞ、あれ。おっと？おっと、いっぱい出てきた。あ、跳ね返ったな。グレネードのね、感覚がちょっとね、違うね。慣れないとダメだね。さあ、出てこい。おっと、味方がやられていく。さあ、出てきたところを倒していく。あ、マジか。もう一人ぐらいやりたかった。ここで頭抜かないとダメですね。あ、グレ跳ね返ってるし。さあ、左側攻めていく。一人、二人。さあ、リロードして。リロードして、三人目、四人目、五人目、ハンドガンで。あ、ハンドガン難しい。あ、ハンドガンの反動がすごい。なんだあれ。いた。一人倒してく。もう一人。完全にグレネード持ってたね、この人たち。三人目。いや、当たるな、この武器。なんだろう、この武器すげえ集団性がいいんだけど。サブマシンガンのくせに。フルオートで10エイムできるんだけど。さあ、出てこい。リロードしてるぞ。そうやって。はい、2人目。さすがにきつい。さあ、51対63で結構こっちの方が有利に上がってきたぞ。おっと、2人目。うわ、なんだ、いて。HP 50。あ、いた。後ろからやっていく。さあ、最速で出てくると完全に青いんだよな、あれ。きつい。さあ、左入って。まあ、この辺なのかな？入れるとしても。もう見られてるでしょ？一回見られてる。で、入って、ああ、ほら、青いな。最速で出てくる。あ、いた。今いたね。あれ？そっち？おー、すごい。やる。もう一人。あ、なんか絡まった。あー、奥にいるね。よし。おー。きつい。頭一個抜かないと。うわ、マジか。あと一人。こいつ倒して。よーし、勝った。ふう、あ、味方いなくね？ あれ、ちょっと、鳥一人になってるし。はい、そんな感じで、ウルトララピッドファイア、プレイしてみました。もう結構ね、面白いっすね。スチームでね、今無料なんで、ぜひ、やってみてください。では、以上。